柳本、相馬、井原、小村、山口、本田、前園、七海、三浦和義、岡野、下川。今日は高木の体調がまだ万全でないということも一つありましょうし、また鴨監督の胸の内にはまた別の思いもあろうと思いますが、カズと岡野のツートップ、そして中盤の上がり目には前園と七海を入れてきます。本田を今日はスターティングイレブンで山口と中盤の底に並べました。これが日本のメンバーです。この日本のメンバーに対する中国です。中国は3番の義軍、右のウィングバックです。4番の張恩佳がストッパー、5番の徐光がスイーパーです。6番韓式もストッパー、7番角海東はフォワード、8番馬明宇、ミドルシュートの強烈な中盤の選手、左サイド。10番が霊平、フォワードです。11番方異国、いいパスを出してきます。そして21番が左のウィングバックの劉越、ゴールキーパーが王祖良というメンバーです。さあ、高い選手の多い中国、10番の霊平、4番の張恩佳も上がってきた。これは高いですね。13番の孫慶海、さあ中に来た、日本要注意。孫慶海振られた、下川ちょっと危なかった、最後よく手出しましたね。かなり今振られてましたね。ここですね、体流れていってんですけどね、よく出しましたね。ちょっと小村とぶつかりそうになりましたが、今日の試合で最も危ないシーンでした。日本前園と、そしてカズと、ちょっと下がった七海と、こちら手前にも山口がいますからね。6番の山口もいます。流して七海だ、こぼれ球に岡、前を振ってジョーです。さあ、ジョーがフリーだ。よし、カズが完全にフリーになった。チャンスになる。キーパーをかわしたが角度がない。長いボールだ。日本のチャンスまだ続く。囲まれた。非常にいい形でしたが。ありましたね。ダイレクトでも良かったですけどね。自分たちのミスなしで続けるのはなかなか難しい。さあ、前園が来た。狭い地域使ってきた、七海のシュートだ。いい展開、ね、いい形になりました。まだチャンスある。日本、前園放り込んでくる、カズ、これも前園からいいボールでしたけどね、よく中国のキーパー出ましたね。引き分けで勝ち点1があればすんなりと決勝トーナメント進出です。裏を使って柳本のスペース、さあ柳本がセッタリングだ、シュート、ジョーの遠慮したくないオーバーヘッドこの辺がジョーの魅力でもいいですね。秋田がそのまま柳本の右のサイドバックのポジションに入りました。ここは残り時間がもうあと7分ぐらいですから、秋田には思い切ってやってもらいたいですね。そうですね、どんなプレーをするかね、はい、見てみたいですね。相馬、両サイドバックがアントラーズになりました。さあ、体を張ります。ワンツー、狭い地域だ。これは取りません。少し前に出ています。この辺も中国本来だったらスピード乗って攻めてくるんですけどね、はい、出てきません。劉越、残り時間があと6分少々になってきた。中国としてはこのまま無難に引き分けを狙ってるんでしょうか。なんかこうなったらガツンと言わせてやりたいですね、なんかね。日本も早いプレーで、サッカーはそんなもんじゃないというところをちょっと見せるんでしょうか。そういえば試合の始まる前に中国の放送局のスタッフが今日はよろしくお願いしますって握手を求めてきたのはそういう意味だったんでしょうか。まあ、こ
の辺でね、日本が1点入れてね、そういう表情を見てみたいですね、どんな表情するかね。何か木村さん、中国1対0とリードしているような感じのサッカーですね。まあちょっとね、こういう 0-0 の試合なんですけど、はい、反対に中国の方がそういった意識してできるっていうことはね、ちょっと僕としては憎たらしいって言うんですよね。あ、ということは日本がそれを本当は突き破るようなサッカーができなければいけない、まあ、日本もね、まあ、引き上げてもう1っていうのが決まりですからね、はい、そういった条件が重なった分ね、ちょっと今日の試合はまあ日本はでも落ち着いて やってるんでしょうけどね、山口と本田があまり前に行かなくなりました日本。この段階相馬が少し上がっていますのでバランスを重視してはいますが、日本ジョー1人がなんか生きがいい日本です。放り込んできます、カズが待っている、カズのヘディング、カズの肘を使ったプレーがあったという判定、日本のファウルです。中国の選手が倒れました。この選手に対してのこれは様子見ですが、あまり極端だとイエローカードということも出てきます。まあ、ここはフォワードとディフェンスのやり取り、共に得点のランナーが43分を経過しました。中国も攻めてきません。これは完全に監督から指示が出てます。中国は前に攻めないで勝ち点1を取れというおそらく指示が出てるはずです。そうでしょうね。残り時間があと1分を切りました。まあ、日本としてはこのままで握手をして終わるようなサッカーにしたくないはずですが、まあ、日本もね、まあ、引き上げてもいいっていう、まあ、気持ちもありますからね、はい、しかしこういった形でボールを持たれて点を取らなければならないときに日本が何をすべきかということを少し想定もしておいた方がいいような気がしますが、木村さんどうですか。まあでも狙いとしては決勝トーナメント入ってからですからね。なるほど。ホイッスルありました。日本ボールです。手元の時計は間もなく45分を回ります。日本はイエローカードはありません。そして大きな怪我の選手もここまではありませんでした。しかし点を取るチャンスもほんのわずかという形で、日本もどうやらここでもう無理はしないという形に切り替えてきました。両チームともにこのままお互いに無理をしない、危険を冒してまで点を取りに行かないという形になってきました。山口から本田、まあ、日本としてはそれこそ本田の秋田のテストとそしてジョーのテストという形にはなりましたが、さあチャンス日本攻めます。今度は秋田が来る、秋田が来る、真ん中を使う、カズのチャンスになる、ワンツーからシュートが外を使ってきた、シュートが出る、相馬のシュート、波乱一勝の久保監督、日本1対0とリード。素晴らしいシュートでしたね。ここでジョー絡んでるんですね、ここで感覚を出してますね、これいいシュートでしたね。思わず日本の勝利と私言いそうになってしまいましたが、日本チームここを狙ってたんでしょうかね。何かもうロスタイムの中で日本も引き分けでいいんだという感じで来るのかと、そんな風に見えましたが、日本危険を犯さないでチャンスのところだけ絞り込んできました。さあ中国も前に放り込んできます。ここから中国はエンジンをかけないことには、中国ボールです。あ、イエローカードが出ます。あ、これはちょっともったいないプレーでした。
ここで下川にイエローカードが出ました。日本にとってはちょっともったいない今のシーンです。中国のキーパーも上がってきましたね。中国はキーパーまで上げてきて、ここで同点を狙ってきます。上げてきた。さあ日本はキーパーいないですよ。ロングボールで1本いくか。ここで笛が鳴った。日本1対0中国を破りました。日本1対0中国を破って、これで結局韓国の決勝トーナメント進出が勝ち点4、その結果中国はこのまま勝ち点が増やせませんでしたので勝ち点3のまま。シリアがこの後ウズベキスタンを破っても勝ち点3ですので、韓国の決勝トーナメント進出が決まりました。日本は